どういう金融機関が有利にローンを組めるのかとか、そういったところをざっくりとですね、お伝えできればと思います。皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナー、ウェルストリューションズ代表の瀬小口です。この動画チャンネルでは資産運用に関する様々な情報を発信しております。今回の動画のテーマは、有価証券担保ローン活用術といった内容でお話をしていきたいと思います。皆様は有価証券担保ローンといった言葉を聞いたことがあるでしょうか？この動画でも何回か出させていただいているんですが、株とか債券とか投資信託とか、そういった有価証券を担保に、お金を借りる行為、これを有価証券担保ローンというふうに言います。こういった機能をですね、提供している金融機関が、日本にも、結構たくさんありまして、実際に富裕層の方とか経営者の方は、それでお金を調達して、自宅の購入資金にしたりとか、それでさらに投資をしたりとか、ということに、使われている方が多くて、使いたいという方も、多かったり、よくご質問いただくことも、多いので、今回ですね、その有価証券担保ローンの、使い方ですね、活用術をまとめた、内容でとか、あとは、不動産担保ローンと比較したりとか、あとはこう、リスクもありますので、そのリスクの管理方法とか、あとは、最新情報ですね、このローンの最新情報も含めたような、そういった動画の内容をお届けできればと思っております。では、まずですね、この有価証券担保ローンの仕組みをですね、簡単に図の方で、おさらいしていきたいと思います。ざっくりなんですけども、有価証券担保ローンの仕組みというのは、こういうイメージになりますね。はい。これは、バランスシートっていう、会社でいう、資産があって、左側が資産ですね。で、右側の上の方が借り入れ、お金を借りる借り入れ。で、純資産ですね。総資産から借り入れを引いた純資産。が、あるような、そういうイメージ、会社のバランスシートみたいなイメージで、個人の資産を表現しています。で、この方の場合、もともとですね、この下の部分ですね、純資産5億で、資産の方が株式と債券5億あっただけの状態がこう、まっさらの最初の状態ですね。っていうふうに思ってください。で、この5億の運用だけでもよかったんだけど、金融機関がそれを担保にお金を貸してくれると。いうことができると。分かってですね、この方の場合は、この株と債券、担保を、金融機関に出して、で、金融機関は、この有価証券を担保にしてですね、担保設定して、お金を貸してくれましたと。で、お金を貸して、この有価証券担保ローンと言われる、ローンで3億円ですね、その方お金を借りましたと。で、現状この現預金が3億円、手元にありますので、この方は、5億、っていう株と債券を売却することなく運用しながら3億円という手元のキャッシュを得ることができましたと。で、これをですね、何に使ってもいいわけですね。さらに株とか債券に投資してもいいですし、自宅の購入資金に当ててもいいですし、誰かにあげちゃっても極論はいいわけです。というのが、有価証券担保ローンの、仕組みのイメージになりますね。はい。といったところでおさらいはこれぐらいにしておきたいと思います。はい。じゃあですね、分かりやすいですね。最も分かりやすいローンって、不動産を担保にしたローン、不動産担保ローンだと思うんですね。で、なので、この2つをですね、ちょっと比較して、理解を深めていただきたいなと思います。先ほどの有価証券担保ローンと、不動産担保ローンを比較したですね、マトリックスがこちらになります。で、各項目がありまして、それぞれ違いがある項目ですね、を上から並べておりますので、1つずつ見ていきたいと思います。はい。1つ目が、その機能を提供している金融機関が、若干違うんですね。提供している金融機関、有価証券担保ローンっていうのは、主にですね、日本の場合だと証券会社、なので大手の証券会社だと野村大和日興証券とか、その他の、純大手証券会社って言われる証券会社、もしくは、外資系のプライベートバンク、クレディスイスとか、UBS とか、そういった金融機関が提供しているのが有価証券担保ローンですと。はい。不動産担保ローンっていうのは、どうかっていうと、それはですね、国内の銀行なんですね。メガバンクをはじめとした、地方銀行、信用金庫。そういったところが基本的に不動産担保ローンは、提供しています。機能として。なので、ここがまず大きく、異なるわけですね。はい。で、次に担保に取る資産ですね。担保資産がどういうものかっていうと、これはそのままですけど、有価証券担保ローンは株とか債券とか投資信託とか、いわゆる有価証券、紙ですね。はい。そういったものを担保にしますと。で、不動産担保ローンは国内不動産ですと。
で次に資金使途は大きく違うわけですね。資金使途は、有価証券担保ローンの場合はもう完全に自由なんですよ。本当に何に使ってもよくて、その後お金を貸したですね金融機関は、補足する義務がないんですよね。補足しなくていい、しなさいというふうに銀行に、会社からも言われてないので、担当者の方からしつこく聞かれたりとか、お金借りるときに細かく説明しなきゃいけなかったり、そういうこともないんです。なのでまあ自由と。不動産担保ローンはもう不動産を買う目的でしか、貸してくれません。はい、ここが大きく違いますね。で次の、購入資産への融資で、これどういうことかっていうとですね、これもう説明しちゃった方が分かりやすいんですけど、不動産担保ローンっていうのは、これが可能なんです。どういう意味かっていうと、買いに行く資産、これから買いに行く資産の代金としてお金を貸してくれるかどうかっていうことなんですけど、不動産って基本そうですよね。住宅ローンもそうだと思うんですけど、1億円の不動産、自宅を買うのに、9000万銀行が貸してくれますと。で、それってこれから買いに行く資産のためにお金を貸してくれるじゃないですか。なので購入資産の融資ができるっていうのが、この不動産担保ローンなんですね。なので可能と。で、有価証券担保ローンっていうのはこれはできないんです。これから株とか債券を買いに行くのでお金を貸してくださいということって基本的にはできないので、有価証券担保ローンはこれは不可になってますと。はい、こういう違いは、ありますね。次が、担保割れですね。担保割れっていうのは株とか債券、担保として預けてて、それの価値が下落することで、追加でお金を担保に入れてくださいとか返済してくださいとか、そういうことを求められるかどうかなんですけど、有価証券担保ローンっていうのはその担保になる有価証券の価値っていうのは毎日変動してますので、この可能性は結構ありますね。なので担保割れの可能性結構あります。で、不動産担保ローンは基本ないんですね。で、まあよっぽどのことが起こらない限りは、ないような契約になってますので、基本的にないというふうに考えていただいていいと思います。はい、不動産の価値が下がっても、まあ、担保割れというのは基本的にないです。で、次に、まあ最後ですね、元本返済ですね。これはですね、まず、共通に、発生する義務として利息の返済はどちらも必要です。有価証券も不動産担保ローンも、例えば年間 1% だったら 1% の金利を払わなきゃいけないんですけど、違いがあるのは元本返済があるかどうかですね。例えば1億円借りましたと。で、毎年元本を返さなきゃいけないっていうのが有価証券担保ローンですね。有価証券担保ローンは元本を必ず返さなきゃいけない。30年だったら30年の間に30分の分の1した元金を返していくと。ただ有価証券担保ローンはこの元本返済が基本的に必要ないです。はい、なのでこの違いが結構大きいんですけど、まあ元本返済のところで言うとキャッシュフローに結構大きく関わってきますね。何に使うかによるんですけど、元本返済の割合っていうのは結構大きいので、キャッシュフロー、投資、借りたお金で投資する場合のキャッシュフローを考えると、有価証券担保ローンの方が、キャッシュフローベースだけで見ると良かったりとかするということも言えるかなと思います。はい、こういった違いがありますね。はい、で次にですね、有価証券担保ローンの金融機関別の比較ということで、先ほどの話の中で、有価証券担保ローンを提供している金融機関というのは主に2つだと、証券会社ですね、日本の証券会社、はい、か、外資系のプライベートバンク、まあ、この2つがメインだというふうに理解していただいても、誤解ないのかなと思います。なのでこの2つをですね、ちょっと比較していくのが分かりやすいと思いましたので、はい、この2つを比較したマトリックスを作らせていただきました。こちらですね。じゃあ、1つずつ見ていきたいと思います。まず担保資産からいきたいと思います。どういった資産を担保に取れるかっていうのが、実は日経の証券と外資系 PB で違うんですよ。で、日経の証券っていうだけあって、やっぱり円建ての資産に強いんです。円建ての株とか債券とか投資信託とか、円建ての有価証券を担保に、メインに取れるっていうのが、証券会社です。で、次に外資系 PB ですね。外資系のプライベートバンクは、まあ、円建てはベースとしていけるんですけど、プラスですね、外貨建ての有価証券も幅広く担保に取れる。これが大きな、日経の証券会社との違いです。はい、具体的には、外国債券、外債ですねって言われるものとか、あとは外国株とか外国の ETF とか、そういった諸々の外貨建て資産を幅広く担保に取れるっていうのが、結構大きな違いで、まあ、この担保に取れる範囲でいうとですね、外資系 PB の方が幅広いので使い勝手はいいかなと思うんですけども、実はですね、この2つ比較して日経の証券が圧倒的に強い部分っていうのが、あるんです。この担保に取れる資産の範囲でですね。
それがですね、このマトリックスにも書いてあるシングルストックでローンが出せるかどうか、可能かどうか、ここがめちゃくちゃ大きく違うんですね。これどういうことかっていうと、シングルストックっていうのは、一つですね、シングル一つのストック株なんで、一種類の株式を担保に、お金を貸してくれるかどうかっていうですね、これ誰に関わるかっていうと、上場会社のオーナーに大きく関わってるんです。まあ、普通の人がですね、一社のトヨタとか、ソフトバンクとかっていう株しか持ってないとか、たくさん持ってないとか、そういう状況ってあんまり言えないと思うんですけど、上場会社のオーナーって資産の大半が自社の上場株式なんですね。で、こういう方がですね、お金を借りたいってなった時に、日系の証券会社はシングルストック OK なんで、結構柔軟に対応してくるわけです。100億の担保があって、それを担保にして 50% まで、50億貸してくれますとか、そういうことをやってくれるのが日系の証券会社ですね。で、外資系のじゃあ PB はどうかっていうと、シングルストック全くやってないわけじゃないんですけど、相当に厳しい条件を、つけてた上で貸してくれる。掛け目 10% だとか。あとは、まあ、そもそも流動性これぐらいないとできないとか。なんで、まあ、ほぼ不可と言っても、過言ではないというふうに思います。なので、こういった違いが大きく、あるわけですね。なので、上場会社オーナーであったりの場合は、自社株担保の場合は、日系の証券にお願いした方がいいのかなとは思いますね。はい。これ担保資産と。で、次に金利ですね。金利も結構違うわけです。日系の証券会社はですね、かなり幅広くて、0.5% から 5% って、あるんですけど、まあ 0.5、私たちのお客様でも、まあめちゃくちゃ条件いいんですけど、まあ100億、200億ぐらい担保にお金を数十億借りる方っていうのは、これぐらいの条件で借りてる方はいますね。0.5% とか 0.78% とかの方いますと。で、ベースになる金利はもっと高いんですよ。2、3% とか。高いんですけど、まあその、なので属性によって相当優遇したりとかしなかったりとか、っていうのが激しいっていうのが特徴かなと思います。はい。一方で外資系の PB はですね、0.5%、下限は下は一緒ですね。なんだけど、上限でまあ 1.5% ぐらいまで。まあもうちょっと高いのもあるんですけど、2、3% とかもあるんですけど、まあ、せいぜい 1.5% ぐらい、までっていうのが金利としては多いのかなとは思います。まあ良心的なのは外資系 PB かなと思いますね。金利の面において。はい。まあこれはですね、そもそも対象にしているお客さんの属性が、外資 PB の方が保有資産が10億以上とか数十億以上の方っていうのが中心っていうことで、まあそもそも結構超富裕層が多いから、これぐらい優遇されてるっていうこともあるかとは思うんですけど、まあこういうふうなイメージかなと思います。はい。次に借り入れの通貨は、これも結構違うんですね。証券会社で、日系の証券で借りる場合は、基本的にですね、円建てなんですね。例えば10億円の株を担保に、お金を借りるときはドルでもユーロでもなくて円で借りるわけです。5億円だったら5億円ですね。で、借りる必要があるというのが証券会社。で、外資 PB はですね、円でも借りれますし、実は外貨でも借りるんですね。米ドルでもいけますし、ユーロとかスイスフランとか香港ドルとか、取り扱っている通貨であれば結構幅広くいけるっていうのが、外資 PB なのかなと思います。はい。で、これ結構大きいんですよ。円で借りるかドルで借りるかって選べるか選べないかによって、結構為替リスクのところとか担保割れのあれが変わってくるので、意外とこう重要で、その点においては、ガシピビの方が柔軟ということが言えると思います。はい、これ通貨ですね。次に借り入れ主体と、はい、これも結構違いますね。借り入れ主体は、証券会社の場合は担保提供しかできないということなんで、その株を持ってる、担保に入れる株を持ってる個人であれば個人と、資産管理会社であれば資産管理会社と、じゃないとお金を借り入れないってことです。個人で株を持ってるんだけど、それを担保提供して、で、管理会社でお金を起こすと、借りるということはできないわけです。で、これをできるのが外資の PB なんですね。これはすごく便利な点ですね。実はですね、個人でお金を借りて、その利息って雑損失になるので、この雑損失が、結構通算しづらい損失なので、本当は個人よりは会社とか資産管理会社で借りた方がメリットがあるので、これができるとですね、結構税務的にも、いいんですよ。といった意味でこの面においても外資 PB は優遇されているのかなと、優遇されているというか、まあ、柔軟なのですかね。はい、なのかなと思います。で、次にですね、再投資です。で、まあ資金使途自由なんでどこに投資してもいいんですけど、この再投資っていうのは、
借りたお金を貸してくれた金融機関の中でそのまま再投資するっていうことができるかどうかっていう、意味だと理解していただければと思います。でこれですね、日経証券会社は結構こう厳しいんですよ。コンプラ的に厳しくて、本来こう何かに投資するためにお金を貸すっていうのはダメなんですね。なので、日経の証券の場合だと本質的にはダメです。例えば大和証券でお金を借りて、そのまま大和証券何かに投資するっていうのでお金を借りるのはダメなんです。はい。で外資 PB ですね、これは結構厳しくいいルールはあるんですけど、あるものの可能は可能なんです。ただそれはお客様の方から、外資 PB のその中でお金を貸してくれた銀行とか証券会社でそのまま何かに投資しますという申し出があった場合のみっていうふうな、条件はつくんですけども、その柔軟性も外資 PB の方が高いのかなと思います。まあ、ただ、その証券会社の中で、お金を貸してそのまま投資はできないんですけど、一回外に出しちゃえば、まあ、お金に色はないっていうことなので、その後まで入金して投資するということは、まあ、できることはできるので、まあ、そんな大きな問題ではないのかなとは思います。はい。この5つがこう比較ですかね。はい。ここまでですね、いろいろとこう比較をして、有価証券担保論を分析してきたんですけども、じゃあ、ちょっとポイントをですね、整理、ここでしていきたいと思います。はい。有価証券担保論のポイント、4つあります。はい。はい。で、1つ目、資産状況とですね、ニーズに適した金融機関を、選定する必要があります。なのでその方が円建ての資産が、たくさんあると、自社株が多い、円建ての日本上場株が多いと、そういう方であれば日系の証券会社で、有価証券担保論を組んだ方がいいですし、その方が外国建ての証券、外貨建ての ETF とか、外債が多いのであれば外資系の PB で借りた方が、条件としては良くなるんじゃないかといった意味で、その方の資産状況とニーズっていうのを考えた上で金融機関を選ぶのが大事かなと思います。はい。二つ目。ですね、お金を借りて投資するので、普通にこう、真水の資金で投資するよりもリスクが高まるので、資産配分全体のレバレッジ比率ですね。お金を借りすぎてないかっていうのを常に注意した方がいいのかなと思います。はい。これが二つ目です。で、三つ目ですね。特にですね、最近実は多いんですけど、株価が世の中的に下落してますので、やっぱり株式担保の場合っていうのは、お一緒のリスクは必ずあるんだというふうなことを想定した上で、借りて投資した方が、いいと思います。はい。お一緒に、なぜかならないというふうな、自信を持たれて、運営されている方も結構いるんですけど、ただお一緒ってやっぱなるんですね。なので、担保割れしてお一緒になって、たらどうするかっていう次のアクションまで、考えた上で、借りた方がいいのかなと思います。これが3つ目ですね。で4つ目、が再投資ですね。借りたお金で何かに投資する場合っていうのは、流動性、いつでも換金できることっていうのと安全性が高い、値動き激しい株とか、リートとかだと危ないから、まあ、債券とか、流動性が高い不動産とか、そういったものに、しておくのがいいと思います。それは3つ目のですね、やっぱり後遺症が発生した時に、スピーディーに対応できるかどうかっていうのは、再投資先の流動性と安全性が高いかどうかっていうところによってきますので、3つ目のリスクをヘッジするために、っていうことですかね、流動性と安全性が高い資産に再投資はした方がいいというふうに思います。これが有価証券担保論の、ポイント4つになります。はい。で最後にですね、有価証券担保論機能がある金融機関、具体的な金融機関の、まあ、最近のですね、状況ですかね。はい。どういう金融機関が有利に、ローンを組めるのかとか、そういったところをざっくりとですね、お伝えできればと思います。まあ、これちょっと私の主観的なところもあるので、あと細かい数字とかはあえてお伝えは、しないんでですね、まあ、参考程度に留めていただければと思います。はい。4つありまして、まあ、1つ目はですね、やっぱりですね、大和証券っていうのは、シングルストック、自社株ですね。日本の上場オーナーとかが持ってる自社株とかを担保にお金を借りる場合っていうのは、まあ正直やっぱり圧倒的に、有利なことが多いです。なので上場オーナーの方っていうのは、まずは大和には間違いなく相談してもいいのかなと思いますね。あと金利に関しても、相当優遇されてる、条件で借りられてる方が多いと思いますので、優位性が高いのかなと思います。はい。
なので日経証券だとやっぱダイバが一番かなと思いますね。はい。で次にですね、まあいろんな私たちのお客様でもいろんな一応金融機関に条件とかを確認するんですけど、まあその中でたまにですね、ダイバよりいいのが東海東京証券さんなんかは、おっていうような条件がたまに出たりするんですけど、こういう時は絶対東海東京が良くて、こういう時はダイバが良くてっていう、まだ因果関係まで 100% 結びついてないので、こういう方はこっちにとは言い切れないんですけど、たまにですね、東海東京の方が良かったりするんで、ぜひ、そういう方はですね、どちらにも、問い合わせいただいて、条件を出してもらうのがいいのかなと思います。はい。これが二つ目です。三つ目がですね、野村はです、最近は知ったんですけど、SMA って言われる、まあ、一任運用ですね。ファンドラップって言いますけど、そういうふうなファンドに投資しているような口座ですね。そういう口座の SMA って言われる商品を担保にですね、ローンを組むことができるっていうのを最近知りまして、まあ、一般的にですね、なかなかこう、一任運用の、私、クレディスイスっていう外資系の PB にいたんですけど、一任運用って、担保にしてお金貸すってなかなか難しかったんで、まあ、こういうのができるのは結構おっと思ってですね、共有できればと思いまして出させていただきました。まあ、ちょっともしかしたら他の証券会社でもそういうことができるかもしれないんですけど、まあさすが野村さんだなというふうには思いましたね。はい。ただまあ金利はですね、1.5% ぐらいだったかなと思います。はい。最後に外国証券、ならやっぱりこう UBS、もしくはクレディスイスに証券担保の優位性があるのかなと思いました。やっぱりこう担保にできる幅としてですね、日系の証券会社は外国証券の場合は、いちいち問い合わせないして確認してもらえないとダメなんですよ、本部に。なんでこの債券の、まあ、こういう銘柄でこれを担保にできるかどうかっていうのを確認するだけでも結構時間かかって、で意外とダメなことが結構多いんですね。ってなるとですね、結構こう外国証券に投資されている方は基本的に多い、資産の大半がっていう方も多いので、まあそういった優位性はやっぱり UBS クレディのような外資系 PB に優位性が引き続き高いのかなというふうに思いました。はい。はい。そういったところでですね、本日は、有価証券担保ローン活用術といった、内容でお話をさせていただきました。今回の動画が参考になったという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。